ボランチは風間幸喜と内丸がコンビで、今ボールの近くにいるのは小泉が左か風間幸喜の右です。風間幸喜が直接狙ってきた。しよく触りました。そうですね、いいコースに飛びましたね。際どいコースに入ったんですけどね、頑張ってるんですかね。よくステップ踏んで石尾は20歳のセンターバックです。長谷川が裏のスペース山根を使います。山根のシュート、まあ、今一つね金沢のいいとこ出ましたね。さあ瞳がボール運んで小泉、そして小泉切り返してかわす小泉、石井ナイスセーブです。田中圭太から小泉、そして山口、小泉が抜け出します。小泉のゴロ、おー瞳ちょっとここは抜かしました。小泉山口、山口がコントロールシュート、わずかに枠の左、一瞬見ました ね、 見ましたね。ああこういうすごいところ狙ってますね。でもね左隅、うん、いや惜しかったですね。お、はい、藤村のシュート、先制金沢、52分です。金沢がまず先手を取りました。これ入れ替わりで藤村選手がフリーになって、はい、まあ、19の選手のこのカバーリングですよね、これが一瞬空きましたね。藤選手もちょっと間に合わない状況でシュートまで行かれているので、カルバラ選手またですか。瞳、山根、あ、よく拾いましたね。杉浦ふわっと浮かして島津、1分後素晴らしい金沢連続ゴール、0対2。いやここですよね、この、まあ、杉浦選手のボールに対して後ろから来るボールっていうのはなかなか合わせにくいんですけどね、しっかりとミートして枠の中に、いや素晴らしいゴールですね。よく合わせました島津来生、これ8ゴール目です。河合に対応していたのが高安です。そして渡辺が追います。下げて風間幸喜、上里も左、石井よく止めました。止めましたね、よくね。山根、大石の左、うん、正面でしたね。カルバール、はい、沼田、そして小泉です。ここは石尾がついていきます。お、挟んで山根、加藤睦月、西田も上がってます。大石、左足狙ってきました。風間幸喜にボールが入ったところで試合終了の笛、金沢が琉球を破りついに連敗ストップです。この藤村の嬉しい今季初ゴール、そして島津の2点目もありました。島津は8点目、